記念、なんて言えばいいんだ、15周年記念特別配信って言えばいいのかな、が始まります。この後18時から記念特別配信、ああめでせえなおめでたいですね。いやちょうどねリハーサルやっててみんなでそうだからそう、あちょうどいいなと思ってそう私は今回リモートでその配信に出るから、そうちょうどよかった、ちょうどよかった。でも私もちょっとやらないといけないことが、いつもやらないことはって言ってるけどそうちょっとリハーサル終わりだったからいろいろバッチリって感じで、ちゃんとしてるでしょ今日はバッチリ。劇場は私は行かないんだけれど、劇場にはあれ発表されてないっけ、劇場にいる人もいる、あれ発表されてないっけ、どうしたっけ、まだみんな知らないんだっけ、いる人もいるよ、あーよかった、言っちゃいけないやつかと思った。発表されてるよね。A はミャオさんが、でもまあきっとそういうことなんだろうと思うけど、多分サフさんとかもいるから。チームね、そうそうそう。副キャプテンはいないけど、そう代表して各チームからキャプテンか、そうキャプテンが今お家にいなきゃな人はその代理で、ね。ではミャオさんが劇場今日さ行ってますよ。あ、ナミちゃんいる、ナミちゃんいる。あとモモちゃんとコミさんだ。本当はね、毎年ね同じくみんなでね劇場に行きたかったけれど、もともとその全員は無理だったからねで今回はソロの子でソロで出てて、こういろいろみんな曲がねあれがあるからこう歌いつないでくっていう感じだったんだけど、おーみんなが気になっていることはきっとその配信であるんじゃない、わからんけど知らないけど、きっとあるんじゃない、じゃあ気になってることがあったら見てみてね、配信この後だよ。そっちのソロ曲は練習してた、いやしてないしてなかった、どうしようってずっと考えてたけど、どうしようかなって考えてたけど、まあ、ちょっと先になるってことが分かったからちょっとね置いといてしてる
つになるだろうね。髪型いい感じ。おお、全然カチューシャであげただけだけどね。長さは変えてないんだけど、もともとウルフカットっていう結構斬新な髪型ヘアに切っちゃってたから、今も全然エクステがついてて髪は長いんだけれど、こう上げるとなんかすごいショートカットみたいになるっていう。そう、なんか全然後ろに長い髪の毛いるよ、チラチラと。そう、ウルフカットしてたの。ウルフって斬新なの？え、どうだろう、斬新って言えばウルフがわからない人に伝わるかなと思って斬新って言ってみた。なんというかワイルドというか。エクステいるよ、ほら。やばいっしょ。ちょっと見てると、まあ、ウルフってそういう感じなのよ。なんかトップ頭の上の方の髪の毛はめっちゃ短くて、下の方長めに、まあ、いろんなカットの仕方があるよね。ちょっと上の方に短いのが来たからいい感じ。そう、跳ねてる感じ。ちょっとおかしいでしょ。ジャケットが似合いそうな感じです。あ、今日の格好ジャケットかな。ジャケットどうだろう。お部屋あったかいからも半袖でもいけるんじゃないと思って、こんな感じの服を着てる。注射はラブリーすぎる。なんかピンクのね、リボンがついたカチューシャをしてる。今日はゆいはんさんの、そうね、ゆいはんさんの誕生日で、いつも直接お祝いできてたのに今日は会えないから、直接は。首から上がピンク系。そうね、アイドルって感じ。今日カチューシャだけじゃない。いつもと変わんなくない？これだけじゃない？今日はお祭りなのでピザ頼みました。あー、いいね。私もそんなそこまで豪華な感じにはいかないけど、私もお肉はゲットしたよ。お肉食べよう。でもいつ食べられるかな、終わってから、この配信終わってからにしようか、どうしよう。配信終わった後だとちょっとね、夜遅くなりそうだし、いつ食べようかな。とね、親戚の方がラフランスどっちか、ちょ言い方どっちか分かんないけど、ラフランスをねくださったので、それを食べるよ。どっちも違うの？あれ、そうなの？ラフランスか。ラフランス、あ、合ってるんじゃない？ラフランス合ってる？いいよ、ラフランスの
イントネーションなんかいいんだよな、だってフランスのフが高い、ラフランス、ほう、おまあそんな言う機会ないから覚えても忘れちゃうよ。フラダンスと一緒、あいいね、そういうか、フラダンス、ラフランス、あーいいね。あそうそうだ、あのさあれなんだっけ、19と20だっけ、次のお話し会、この間のお話し会で私その時に分かってたスケジュールでは、それがねこの間の2日間のお話し会が年内最後だったんだけど、予定がそう変わって変わって、なんかいろいろこう組み込まれ方が変わって、その日そう19と20は別の仕事があったんだけど、多分それで最初多分入ってなかったんだよ、あのお話し会。そしたら19と20そう追加になったの。みんなにめっちゃさ、じゃあねって予約しようって言ったんだけど、そうなんとおめでたいことに2日間追加になりました。そう、まあ、多分みんなもうだから来年にと思ってただろうから、そうそんないなそうまあなんかまあ、あの参加できそうな人その日話そう、ね、私もびっくりした。まあなんか追加はどうしたらよくはちょごめんね、分かんないんだけど、ねえ、まあもうあの良い年を知った方はまたあの来年お話し会は来年ね、話そう話そう。ああ今は、ああそうなんだ、その再販っていうかそういうのないんだ。まああと会えるの、まあそれはお話し会は会えないけど直接はね、あとはあれだな、スモールウルスとかだなきっとな。下も暑いな、でも多分予約でで予約できるチケットとかは売れちゃったみたいだから、当日の自由席わかんない、出るかもしれない自由席かな。スモールワールズにスベットをかける、スベットをかけられちゃうぞ当たりますように。どうだろうね、8の全国ツアーはいつ再開するの。いつだろうねじゃあワクチンができてからいつできるかわかんない、わかんないけど、でもやっぱりあれはやっぱ大事じゃない、特に神奈川とか。でもどうなんだろう、あの順番のままで行くのかな、順番のままで行ったらいいのにね、神奈川が最後だったらのままなのかな。だってそこでね、そのいろいろセットリストまで決めてたから、なるべくは、あー踊らないといけない空気一応踊るよそうね、だからやっぱりその最後のツアーは本当に特別だから、絶対だって47番目だもんね、一番ラストだから、それはね絶対的にファンの人と一緒に
やったねってお祝いの感じでやりたいから、まあなんか本当に安心できるそんな世の中になってる時にやりたいよね。希望だけどね。茨城はちょっと私ももうさすがに覚えてないのにやばい。いやでもそんなにセットリスト変わることないと思うんだけど、茨城に関しては。でもこれはちょっとどうなるのかわからないけど、その時に当たってた人の権利はそのまんまね次のやつに繋がったらいいんだけどね。どうなんだろう。ね、野外だったらねいいのにってね、その状況がまだそういう感じだったら、続いてるんだったら野外だといいけどね。宿題はその無理だと思う。行けばわかるけど結構神聖な場所ではそこはもうできそうなね広さはある、広さではあるんだけどね。メンバーが変わる可能性、大幅にはでも変わらないんじゃない。それはそれでまた振りを入れ直したりとか大変なことになってしまいそう。今ねネイルを乾かしてるんですよ新しく塗り直したから。やめてよ、いや何もしないちょっと申し訳ないなと思っちゃうから早く終わってやめてよ。ね、自分でやるの確かに珍しい。やっぱ塗った方がちょっとなんだろう、乙女度上がるなっていうか、気持ちが、自分の気持ちがそうなんか気分が上がるなと思ってちょっと塗るようにしてみたの。努力女子としての。そうだからちょっとね一生懸命今乾かしてるのさ、何の作業もできない。やりたいことあるんだけど、まあでもいい感じ乾いてきた。あ、でももう乾いたからいいかな。下はジャージですか。いや今日はいい加減じゃない。今日はねちゃんと映らないけど可愛い黒いスカート履いてるよ今日いい感じの格好してる。乾くイコール終了の合図気づいちゃった。もう乾いてるからさ私もちょっといろいろご飯の支度をしたりちょっとしようかなっていう感じ終わりにする。今日履いてるの。そうなんです、今日履いてるんですよちゃんと壁にシミ、これかな、なんだいこれは。ん、触れない、こっちか。あはい、壊れ、やばい、5秒もあるミラーボールってちょっとハイテンション、もうやだ、もうこの機能やだなやだなぁ。ちょっとこれはよくわかんないけどちょっと消しとこう、消せるものなら。終わりにするね。じゃ
じゃあね、ということで18時から15周年記念のちょっとあるので、その準備してきます。大体できてるんだけど、だから皆さんそちらをご覧ください。じゃあね、私はさらばします。じゃあね。